好。はい。じゃあトーン2バンド目の岩崎ビクトリーというバンドです。よろしくお願いします。騒ぎ立てる鳥の群れ、傾いた拍子に乗って南風はどこだろう、君はさ戸惑いなく晴れ空、光を咲く娘はたらポケットに手を突っ込んで君と歩く、僕たちは、皆さんがご存知の、爽やかな J-POP を、歌っています。はい、はい、アカペラサークルトーンは、あちらに見えます文学部棟の一番奥 の、 あの101号室でずっと部屋発表もしてますので、またよろかったらいらしてください。では次の曲に行きたいと思います。今お送りした曲が、レミオロメンさんの南風という曲で、次にお送りする曲が、スキマスイッチさんの奏でです。
ものざわめき新しい風明るく見送るはずだったのにうまく笑えずに君を見ていた君が大人になってその季節が悲しい歌で溢れないように最後に何か君に伝えたくてさよならに変わる僕は探してた君の手を引くその役目が僕の使命だってそう思ってたんだけど今わかったんだ僕らならもう重ねた日々がまた導いてくれる繋がってゆける。